皆さんこんにちは、ダルマエル小田夢です。今日は先週の金曜日に、水曜日にね、まずライブ配信で洗い張りの仕事がなくなりそうなんで、仕立て直し考えている方送ってほしいなっていうライブ配信でね喋って、で、金曜日にその、感謝祭残り1週間ですよと、洗い張り少ないんで送ってくれると嬉しいなみたいな、動画をアップしたわけです。で、土日と挟んで月曜日からですね、もう来るは来るはの多分短期間で来た洗い張りの枚数過去最高なんじゃないかっていうぐらい送っていただきまして、今ねこれ僕も3日間ずっと、受けた仕事の整理をですね、もう一人一人確認して、こういう点ありますけどどうしますかみたいな LINE のやり取りして、決まったやつを預かり書を書いてノート帳面つけて札紙つけてってやるんですけど、もうそれをですね丸3日間ずっと朝から晩までやっております。とりあえず、つけれた枚数が、66枚ぐらいつけて、でまだあの扉を開けるとうちこう何て言うか畳の部屋続いてるんですけど、そこにまだこれからお客様とやり取りしなきゃいけない、今日届いたものとかねが30枚ぐらいあって、なのでざっとすでに100枚ぐらい1週間で送っていただいたって感じでございました。ちょっとねうちの従業員一同ですねすごいびっくりしておりまして、僕もね結構送ってくれる方いらっしゃるかなと思っていたんですけど、ちょっとまさかここまで皆さん送ってくれるとは思っていなかったんで、もう、ありがたい、ありがとうございますという、本当にありがとうございますって感じです。はい、夏のね仕事、8月はねお盆休みもちょっと入れるんで、十分8月から9月頭ぐらいまでの、仕事になるなと感謝しております。はい、でちょっとねまだね LINE のね届きましたよっつって、そこからこれどうしますかどうしますかって僕いつもこうメッセージを送るんですけど、それが来てない方もいらっしゃると思うんですが、順番にね見ていくので、もうちょっとお待ちいただければなと思っております。はい、とりあえずねちょっと量が多いんで、ミスがないように慎重に一つ一つ確認してつけたんですが、気をつけて進めていかなきゃなと思っております。はい、着る予定があるとかね、納期伝えはあんまりね今回この日に着たいですっていうのはあんまりなかったんですけど、伝え忘れたなっていう方は、LINE でねご連絡いただけると助かります。さすがに合わせの時期10月頭にはできるでしょうって思い込んでるかもしれませんが、ちょっとね、この日には着たいっていうのがある方はだいぶ先の予定だとしてもご連絡いただけると助かります。ということで、今日は本当にねたくさんの方送っていただいて、なんかもう従業員もねお客さんって優しいよねってこうずっと言っててですね、感謝感謝でございました。全部ね札紙付け終わって感謝祭終わったらねまた集計しますけど、とりあえず速報ということで、動画でお伝えしました。ありがとうございました。みんなありがとう。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では着物の丸洗い染み抜きをはじめ仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。LINE やお電話でお気軽にご相談ください。 LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページもしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますのでよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。